3分でわかる熱いの絶対嫌だな。第15装甲師団解説ハッチマールよ。第15装甲師団は1940年11月1日に第33歩兵師団に第10装甲師団から引き抜いた第8戦車連隊をぶち込んでできちまった。師団は41年4月から5月にかけてリビアに送られ、第21装甲師団と共にドイツアフリカ軍団の指揮下に入る。到着してすぐ、包囲下のトブルクをめぐる戦いに投入され、防衛に従事するも、11月、師団は砂漠で大雨と洪水に見舞われ、戦車が砂の中に埋まる。そして偶然にもドイツ側は A 軍の攻撃開始の暗号を、洪水、と決めていたが、本物の洪水と共に A 軍もやってきた。1000両以上の装甲車両を伴った A 軍はトブルクを解放戦と18日より進撃を開始。師団は午後より戦闘に入り、翌日には第21装甲師団と共同して行動することになる。19日夜、第15装甲師団の第1戦車大隊が闇に紛れて A 第4機甲旅団を包囲、消火器の打ち合いだけで1個師団丸ごとを露覚。23日、師団は鹿野支持、レゼクの戦いに参加、午前中に主張部隊を壊滅させ多数の物資を露覚するも第1大隊の指揮官が戦死。午後に南アフリカ師団を殲滅すべく戦車が出撃するが、敵の砲撃により歩兵と分断され戦車のみで敵中に孤立する。それでも進撃を続け敵部隊を括弧破壊し戦果を上げるも、第5、6、8中隊長が戦死、第6中隊に至っては残存戦車が1両となる。危機的な状況であったが、第33高射砲連隊が支援し戦車はかろうじて反転、ここで第1大隊との連絡が途絶えたが午後5時に指示、レゼクの飛行場を占領したと連絡が入る。多くの敵を破壊し飛行場を占領したものの師団の損害も大きく、戦車55両を1日で消耗。それでも師団はその後も酷使され、戦力を大きくすり減らした後12月にエル、アゲイラまで後退し、42年2月にまたガザラまで進出した。5月、ドイツアフリカ軍団は最後の大攻勢を発動、6月にはトブルクを陥落させ、7月にはエル、アラメインにまで進出。がしかし、ドイツの快進撃はここまでであった。補給不足や A 軍の優位もあり、第2次エル、アラメインの戦いまでの一連の戦いでドイツ軍は敗北。さらにドイツ軍の後方にアメリカ軍が上陸、ドイツアフリカ軍団は挟み撃ちされる形に。これにより東にいた第15装甲師団を含む部隊はチュニジアにまで撤退。43年2月、カセリーヌ峠で米軍に対し勝利を収めるも状況が悪いままであり、徐々に押され、5月にはドイツアフリカ軍団が降伏、これに伴って第15装甲師団も消失した。負傷して本国に拘束されたわずかな人員がシチリア師団に組み込まれ、第15装甲敵団兵師団として終戦まで活動することになる。終わり、平定。